福島動物園と福島植物園と福島ファミリーランド、徳島市総合動植物公園は、徳島県徳島市方上町、渋野町に位置する都市公園である。動物園、植物園及び遊園地によって構成される。総面積58.9ヘクタール。総事業費94.7億円。2006年10月28日完成。 四国最大規模の動物園と福島88系に選定。当施設の前身である徳島市立動物園は1957年11月1日に市民の強い要望により誕生した。徳島市中心部に位置していたが敷地面積が1.8ヘクタールと手狭であったことから1997年12月28日に閉園され、 隣接していた徳島児童文化公園も1998年4月4日に閉園された。そして1998年4月28日、徳島市外園部の丘陵地に移転、新設され、当施設が誕生した。これとよく似た事例としては、隣県では神戸市立大子動物園や愛媛県立勤部動物園が挙げられる。なお、 旧動物園の閉園後の跡地の活用方法についてはコンサートホール建設の案も出ていたが現在のところ建設のめどは立っていない。徳島県は人口一人当たりの都市公園面積が5.40平方メートル人と全国平均の7割にも満たず公園の整備が十分とは言えない状況にある。ただし徳島市に関しては他の都市と比較しても 特別に整備が遅れているというわけではないようであるが、広い都市公園面積というのは、その都市の住みよさを表す重要な指標の一つであり、また市民が快適で豊かな生活を送る上で欠かすことのできない要素でもある。徳島市では2001年に徳島市緑の基本計画が策定され、公園や緑地の整備が進められており、投資設もその一環で造成され、 都市緑化植物園として2002年4月20日に誕生した。当施設の半径2 0 0トル圏内に位置する動物園、植物園について列挙した。とりわけ9 0トル前後離れた場所において動物園が集中している。ありがとうございます。